よし、じゃあ続きやっていきます。そう、源くんといい感じになりつつ6月になっちゃって、で源くんとなんかゲームやろうぜっていう誘いを断ったんだけど、なぜかその次の選択肢がこれ斉藤と青木か。どうしよっか。別にどっちもどうでもいいんだけど、急いで帰る？たまには。なんかのんびりばっかしてた気がするから。今日発売の雑誌が一刻も早く欲しい。急いで本屋に行かないと。うん。わあ、わあ、どーん。わあ、るいくん。いててててごめん。いやいや、俺も急いでてろくに前見てなかったからさ。そうだ、私も急いでて。おそろおそろかな。じゃまたね、スコちゃん。るいくんに衝突してしまった。別にどうでもよくね。明日は待ちに待った修学旅行。準備はバッチリ。あとは寝るだけ。修学旅行行くの？それじゃあおやすみなさい。修学旅行で告白とかするのかな、じゃあ。集合場所はこの辺りだったはず。みんなはもう来てるのかな？どこに行くんだろう？うわー、解像度上がってる。シャツ出てる。バカっぽい。スク。ん？源くん？ますます解像度が良くなってる。どうした、スク？なんでもない。飛行機だぜ、スク。おお、パスポートなくても海外行けるんだな。いや、国内旅行だろ。いや、行き先は国内だよ。早く機内食が食いてえな。あー、わかる。それはちょっとわかる。なんかこうワクワクするよね。チキンオアフィッシュ。ローマ字で書かれると逆に読みづらい。残念だけど機内食は出ないと思うよ。はぁ、やべえ、ハングリーで死んじまう。いや、今からでも何か買ってきなよ。おお、すげえ、飛んでった。早いな、ずいぶん。やっと現地に着いた。ついこの前まで住んでいた四国に。おお、戻ってきたんだ。あ、すごい、これ顔になってる。本当にこんなんなんかな。四国のどこなんだろう。こんなに早く帰ってくるなんて。こうなったら地元をどやるしかない。どういうこと。何そのポジション取り。意味わかんない。ご飯を食べ終えて自分たちの部屋に到着。つうかさ、女の子なんだからさ、女子グループともっとなんか和気あいあいするもんなんじゃないのかな。よくわかんねえな。明日も早いからしっかり寝ておこう。全然女子友達、あの村中ちゃんとかとの絡みがない。今日は団体行動の日。うどん体験とかお城巡りとかだっけ。おお、すげえ、この解像度の差。やっほー、スコちゃん、いい天気だね。おはよう、るいくん、源くん。てん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 、どうした源、元気がねえな。腹減ってんのか。あれ、源くん。あー、こいつ昨日寝てないんだよ。え、なんかね、人間はどのくらい起きていられるのか試してみたくなったんだってさ。なんで今なの。本当にね。たまに狂ってるよな、エイジって。ぐー、寝てんのか、クレイジー。もうツッコミがアホなんだけど。つくおのツッコミがだいぶアホだな、もう。いっぱい歩いて疲れたな。お風呂入ったし、そろそろ寝よう。一人部屋かよっていうぐらい絡みがない。今日は自由行動の日。グループで香川を自由に回るんだよね。よー、スクー。源くん、昨日はちゃんと寝た？爆睡だったぜ。なんかテンション低いな。今日の自由行動は一緒の班だよ。よろしくね。よろー。なんだ、どうしたんだ。いつまで続くの、この階段。一旦休憩したい。源くんは私より下にいるな。どうしたんだろう。大丈夫？体力バカの源くんがこんなに遅れを取るなんて。もうなんかさ、バカにするのはいいんだけどさ、もう全く尊敬の念がないよね。あー、すくか。グフグフって、お前ロープレイのキャラが死ぬ時のセリフだぞ。源くん、どこか悪いの？まだ寝足りなかったみてえだ。あー、一日分足りないかな。眠くて力が入らねえ。あー、寝不足か。すく、俺のことは構うな。このまま置いてけ。後で必ず追いつく。足手まといは置いてゆくって言いたいな。すげえ言いたいな。すげえ言いたいけど、これ選択ミスったら好感度下がるのかな。ゆっくり登ろうようにしちゃう？しちゃうか、無難に。無難にしちゃうか。いや、俺はこっちを行くぜ。これで好感度が下がったらすまんな、みんな。行くぜ、こっちで。足手まといは置いていく。
仲間を見捨てるのか、スク。置いていけって言ったのは源くんだよ。そうだけど、そうじゃなくてよ、こういうのはさ、付き合ってられないな。あ、やばい、好感度下がっちゃう。これセーブしてたっけ俺。やべ、修学旅行もあっという間に最終日。いい思い出がたくさんできた。あとは帰るだけ。もう最終日だね。くっそ、楽しかったぜ。散々楽しんでたよな、エイジは。また飛行機乗るぞ。次はゲートに引っかからないようにするぜ。行きは引っかかったんかい。まだ楽しむ気満々だね。エキサイティングボーイだよな。ふぅ。わあ、最後の選択肢ミスったのが気がかりだな。どうなっちゃうんだろう。ふぅ、家は落ち着くな。今日はぐっすり眠れそう。おやすみなさい。久々の学校だ。今日も一日頑張ろう。さて、学校までどうしよう。うわあ、もうこれいよいよ終わりじゃないのかな、ぼちぼち。まあ、今回かわかんない。その次ぐらいか。ちょっと一旦セーブしよう。よし、次やり直すときは8だね。覚えておこう。録画したから大丈夫だ。よし。じゃあ、行くか。のんびり行く。あれ？なんかこいつ眼帯してない？おはよう、スク。おはよう、源くん。どうしたの？その目。かっこいいだろ？この眼帯。中二病だ。ジョニー・デップみたいでイケてるけど、怪我は大丈夫？電柱にぶつかっちまっただけだ。いつもなら軽く避けられんだけどよ。考え事してたからな。何考えてたの？てんてんてん。言わねえぞ。え？悪いスク。走って先行くぜ。あ、気をつけてね。どうしたんだろう。放課後だ。おっと、源くんの選択肢がないな。まあ別にどっち選んでもいいんじゃないのかな。じゃあ青木くん行く？なんとなく。図書室行ったことなかったしね。あそこにある本が取りたいんだけど、高くて取るのが面倒だな。面倒なのかい。スクさん、お困りかい？なんかもう、ほんわかするわ、この解像度の低さ。なんか幼稚園生みたい。青木くん、高いところは僕に任せてよ。どの本が取りたいの？貧困の闇。銀河鉄道の夜。ちょ、面白いから貧困の闇行こうぜ。この貧困の闇っていう本なんだけど、ガタガタ震えてるぞ、おい。はい、どうぞ、スクさん。ありがとう。すっごく気になるテーマなんだ。こういうものにも目を向けないとね。僕は全く興味がないな。そうなの？それじゃあ、スクさん、また後で。なんで震えてたんだろう。察しろよ。今日もいろいろあったな。おやすみなさい。なんか、ぼちぼち終わるような気がするんだけど。6月もあと少しで終わりか。この3ヶ月間大変だったな。なるようになるよね。うん、きっと。考え事をしてたらいつの間にか学校に着いてた。今日はどんなことがあるんだろう。何事もなければいいんだけど。スク。おう、源だ。あ、おはよう、源く。よっせ。解像度が完璧になった。うわあ。ん？どうした、アスク。白目向いてたぜ。女子に白目向いてたぜっていうのもどうなんだろうなって思っちゃうけど。あ、いや、ごめん。ブロリーの真似してたの。ちょ、俺ごめん。ブロリーがさ、よくわかんないんだけどさ、多分ドラゴンボールに出てくるやつだったような気がするんだけど。ふーん、映画でも見たのか？早く教室行こうぜ。待って。ああ、びっくりした。さっきの人は源くんだったよね。えらく解像度が良くなってたけど、まさか。こいつ髪の毛斜めなんだな。今初めて理解したわ。スクオちゃん、おはよう。おはよう、ルイくん。ごめんね、考え事してた。いや、大丈夫。いきなりで悪いんだけどさ、エイジのやつなんか違くない？解像度が？え？あ、こっちの話、どの辺が違うと思うの？なんだろう、覇気がないんだよね。覇気？これは見てもらった方が早いかな。エイジの部活が終わったら会ってみてくれる？わかった。ありがとう、スコちゃん。そろそろ部活は終わったかな？源くんを待とう。
もう完全にもうアホの子やんけ。源くん？ふぬけになってる。ほげー。スク、なんでいるんだ？一緒に帰りたいなと思って。うん。お疲れ様、源くん。うん。部活大変？あのさ、スク。何？俺、うまく力が出ないんだ。ここ最近ずっとだ。もしかして死ぬのか？そんな簡単に死にはしないよ。心配だったら病院行って明日は休んだ方がいいと思う。でも、休むのは悪いことじゃないよ。元気になったらまた。でも、俺、スクに会いたいから。え？うわあ、照れてる。可愛い表情やんけ。あ、源くん。ものすごい速さで駆け抜けていってしまった。源くんが高解像度になってたけど、それより体調が心配だ。明日は休んでくれるだろうか。恋煩いでなんかドキドキしちゃってとかそういうことなんじゃないのかな。私も源くんに会いたいな。源くん、今日はお休みか。いないと静かで寂しい。早く治るといいな。おお、久しぶり、村中ちゃん。つくおう、お弁当食べようよ。うん、今日のおかずは何だろうな。お源がちらっと出てきたぞ。てんてんてん、あれ、源くんじゃない？今日はお休みだったよね。え、本当だ。ま、待って。あ、つくおう、お弁当は？ぜえ、はあ、俺が追いつかれるなんてな。ごめん、勢いで追いかけちゃって。あの、来て大丈夫だったの？やっぱり休んだ方が。それがな、病院行ってきたけど何ともなかったんだ。死ぬこともないって言われた。だからどうしても学校に来たくて、スクに会いに来た。なんともなくてよかった。心配してたよ。俺、スクといると楽しいけど苦しい。苦しい？うん、今もだ。私何か悪いことしちゃったかな？違うんだ。そうだ、ドキドキするんだ。ドキドキ。体が熱くなって、心臓の音が速くなって、嬉しいような悲しいような変な感じで、そうなっちまったらもう、スクは何を考えてるんだ？スクは俺のことどう思ってるんだ？俺これ自分で読んでてすげえ微妙なんすけど。まあいっか。頑張って読もう。スクはもやしナムルが好きなのか？なんだそりゃ。美味しそうだな。ずーっとスクのことしか考えられなくなる。源くん。俺、友達はみんな大好きだ。スクだけなんか変だ。今までと違う。これなんだろう。俺どうしちまったんだ？あの、私からは少し言いづらいんだけど、それは、不治の病か？違う。恋の病だよ。え？胸が苦しくなるのも、心臓の音が速くなるのも、私のことが気になってしょうがないのも、ほんと自分で言うのは何なんだろう、これ。好きなんだよ、私のことが。思い上がってんな。like じゃなくて、love よりってこと。うん、そうか、ようやくわかった。俺、いつでもスクと遊びたい。もっと近くで顔を見たいし、それから思いっきり抱きしめたい。これが恋でラブってことなのか。そういうことなんだな、スク。多分ね。やっぱスクはすげえな。教えてくれてセンキューな。わかったら元気が出てきた。よかった。じゃあ早く教室に戻ろうぜ。待って。ん？なんだ？私も源くんが好き。スク、俺、また心臓がドキドキしてきた。落ち着いて。とりあえず、踊るか。源くん。あ、なんか、いい表情ですね。疲れた、読んでて。あれ？解像度が戻っちゃったぞ。なんで？あ、エンディングだ。エンディングロールだ。
おお、源くん編をクリアしたぜ。ここは動物園なのかな？デートに来たみたいな感じなのかな？背景が実写ですけど。ああ、解像度、低いバージョン、中くらいバージョンみたいな、そういうバージョンで見せてくれるのかな？これ面白いんだけどさ、結構読んでてさ、しんどくなってくる。読むのが辛いっていうんじゃなくて、なんかその、主人公が女の子だからさ、しかも自分のことスクって呼んじゃってっから、なんか歯がゆいっていうか恥ずかしいっていうか心がしんどい。ここどこなんだよ。すげえな、絵ちゃんとしてるね。上手、イラスト上手。あー、面白かった。ちょっと全員分やるのはどうかな。反応があればやろうかな。反応なかったらもういいか。いやー、どうしようかな。二階堂くんぐらいはやりたい気もするんだけど。どうしよう、やろうかな。お、タイトル画面が源くんになったな。お、エクストラってあるぞ。マジか。うん、どうだろう。次誰編やったらいいっすかね。ツイッターか、まあ、この動画のコメントでもいいんで、もしよかったら、ご意見ください。じゃあ今回この辺で終わります。それじゃあまたね、バイバイ。